星野和樹は東京都出身のレーシングドライバー。レーシングドライバーで、現、星野インパル代表、監督を務める星野和義の長男。父の影響でレーサーになろうと決心するが、父の猛反対を受けたため、デビュー時期は同年代のレーサーに比べて遅かった。1九9九年にカートレースを始め、同年に鈴鹿サーキットが運営するレーシングスクール。 SRSF に入学。2000年にはイギリスに渡り、カーリンモータースポーツから、フォーミュラフォードや、フォーミュラルノーなどに参戦した。2002年に帰国し、全日本 F3 選手権に参戦。翌2003年から全日本 GT 選手権の GT300 クラスと、スーパー耐久のクラス3に参戦を開始した。F3 では、 差したる成績を残せなかったが、全日本 GT 選手権では、デビューイヤーながらも、チャンピオン争いに加わった。2004年には、モバイルキャストアドボン Z で、スーパー対9、クラス3のシリーズチャンピオンを獲得している。2005年は、スーパー GT 第5戦で優勝するなど活躍し、チャンピオン争いに加わる活躍を見せた。 2006年は全日本選手権フォーミュラ日本にも参戦し、スーパー GT では念願の GT500 クラスへのステップアップを果たした。両カテゴリーとも、父、和義のチームであるチームインパルで参戦し、フォーミュラ日本ではなかなか結果を出せず、結局1年でシートを喪失することになったが、スーパー GT では開幕戦の決勝スタート直後にコースアウトを喫したものの、 第2戦では、伊藤大輔にセリ勝ち、第4戦でも安定した走りで3位表彰台に、輝き、第6戦の鈴鹿 1000km では優勝するなど、健闘を見せた。また、この年の都勝24時間レースに、本山明、服部直樹、松田次男と共に、日産自動車ドリームチームを結成し参戦、総合7位で完走しクラス優勝を果たしている。2008年は、 スーパー GT では再び GT300 クラスに戦いの場を移しシリーズチャンピオンを獲得した。十勝24時間レースでも影山正美、田中哲也と共にニスモから GT-R で参戦している。2010年の GT300 クラスにおいてシリーズチャンピオンを獲得すると実績を積み重ねている。2021年シーズンをもって スーパー GT のドライバーを引退することを自身のツイッター上で表明した。星野インパルの社員でもあることから今後は同社にてマネジメントに軸足を置いた活動をするとしている。ありがとうございます。